はい、皆さんどうも、ガムコです。本日はこちら、じゃーん。はい、野球の神様、野球の銅像があるように、お察しの通り、こちらダイヤモンドシティからお送りしております。はい、というのもですね、前回の動画でダイヤモンドシティに向かいますってなところで終わったと思うんですが、その後動画をね撮ったんですけれども、なんと後で確認したところ、動画撮れてませんでした。でですね、撮れてないと気づいた時にはもうダイヤモンドシティに着いた後のセーブデータしか残ってなかったんですよね。なのでダイヤモンドシティに行くまでの道中の道は、丸々カットという形になってしまいました。申し訳ございません。ですね、一応ご報告しておきますと、今回、レベルは8までになってまして、一応ね、ダイヤモンドシティに向かうまでの間に、ケンブリッジ刑務所かなの警察署の前で、BOS のパラディンダンスさんと出会い、で、オーバーランド駅の入植者さんとお話をして、このバックストリートアパレルでレイダーを倒してくれと言われ、ここですね、ダイヤモンドシティの、グリーンモンスターのところでハードウェアタウンでペンキを探してくれとおっちゃんに頼まれ、で今ここバレンタイン探偵事務所へ向かっている途中でございます。はい、あとこれもパブリックオカレシンズの、最新号を入手する。ちなみに連れている、女性の方、こちらの方ですね、パイパーさんはダイヤモンドシティ在住の、こちらの出版社に勤務していらっしゃるお方です。はい、そのさっき書いたね、ダイヤモンドっていうのも、パイパーさんが取材から何から何まで全て一人でやってるものです。はい、で私は今からニック・バレンタインの元へ向かいたいと思います。たまには疑った方がいい。反撃するやつがいるのか。よいしょ。あなたの幸運は永遠には続かないと言ったはず。何か問題でもある？ニックじゃないです。雨の中から迷子がやってきた。少し遅かったかな。もう閉まってるな。忙しいのは分かっているけど、時間は取らせない。カリスマいけるかな。あ、やったね。成功した。無礼な態度を取るつもりはないのだけど、探偵が行方不明なの。ニッキーが行方不明？相性はニッキーというらしいですね。こんな時に何に首を突っ込んでるんだ。心配しないで。力になる。そうだ。何があったか話してしない？ニックはある事件を追っていた。スキニーマローンのギャングが若い女性を誘拐し、彼はパークストリート駅の隠れ家まで彼らを追跡していた。そこには古いボルトがあり、彼らは基地として使っていた。ニックには罠にはまりに行くようなものだと言ったんだけど、彼はいつものようにただ笑って出ていた。お金を要求します。失敗するかわかんないけど、もちろん力になりたいけど、多少費用の問題がある。お金です。よし、125キャップならオールドレイニー代基金になる。しかも基金かい。もっと要求してみようか。よしさあ、今ボスの命の話をしているんじゃない。人をもてあそばないで。あらだまー、100キャップに下がっちゃった。報酬はそれで決まり、交渉はしない。仕方ないな。約束する。ありがとう。ニッキは簡単に見分けられると思う。いつもくたびれた帽子とトレンチコートを着ているから。お願い、急いで。はい、ということでニック・バレンタインを探しに行きたい。あ、レベル上がった。くそー、今レベル上がってもな、カリスマワックスとか。
他にもあれですね、私が住んでいたボルト111以外のボルトがね、いっぱいあるみたいですね。はい、そしたらニックを探しに行くのと、あとついでにですね、レーダーたちに、あのリーダーのたまり場になってるハードウェアタウンを釣りに行きます。あ、こっちだったわ、こっちか、こっちかな、こっちだった。バックストリートアパレルの方も釣りに行こうと思います。で、行けたらこのハードウェアタウンで、あれですね、あのペンキをもらっていきたいと思います。ただんと急いで行こう、急いで。はい、そしたらお先に近いところから行きたいので、どっちが近い、でも先レーダーの方出す、ハードウェアタウンの方行くか、こっちみたいですね。よしよし、本当だ、見えてる、見えてるというか、何、なんか声聞こえたけど、あんたの声かい、こっちだ、このままこっちでいいのか、どこ、誰、どこ、誰か助けて、どこ、声聞こえるね、助けがいるの、どこ、急いで、ここよ、お願い助けて、ここ通りました、どこですか、か、はい、ここだよね、後ろよ、急いで、すぐ後ろ、はあ、それをやる必要はある、だって必要じゃないけど、必要じゃないけど、準備しろ、何、なんか揉めてんの、揉め事は嫌だよ、されてるとこに上にいるわって言ってたよ、こっちか、違う、てかなんでここから上がってんだ、階段から上がるよ、この上行ける、あんま行けた、どこいる、どこ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 、いないじゃん、なんだよ、こっちか、音は気づいてない、これは開けられないな、覚えててください。え、てか、こっちだっての。うわ。アイテム、アイテム違うよ。
入植者ってあれなのかな。でも、今のは夢ということですね。なんかあの毎回毎回あの動画を撮るたびに夢だ夢だって後ろだから、あの人敵だったってこと？あ、だから殺されちゃったのか。てか私が殺しちゃったの？もしかして。騙されたの？お前入植者じゃなかったの？そっか。やばい。やばいよ。またやばいよ。もうダメだ。そうか、私はまんまと騙されたってことだね。気づくのに時間かかりすぎだよ。わあ、また死んじゃった。やっぱりミニガンじゃないとダメか。もうやだな。接近武器でやるにはちょっとあれか、防御が全然弱いってことか。はいはい。何回目だ。今のうちに殺しときたいけどダメなのね。じゃあもう銃でね、銃じゃなくてダメだ。銃で。ミニがね、そうします。で、そのデモというやつだったっけ。どこだっけ。まあ。こいつだよね。あ、やばい、やばい、やばい、またやばいよ。あ、やべ。ドクロマークってあれじゃなかったっけ。なんかちょっと自分よりも強いとドクロマークが出るんだっけ。私ずっとボスだと思ってダメだ。もう笑いが止まんないわ。やっぱもっともっともっとやっぱりあれかな、これが終わったらちょっと地道にレベル上げの旅をしてからにします。あのしばらくね、そんなのを回しても面白くないと思うので、しばらくちょっと動画でね、動画の外でね、しばらくね、そうしたいと思います。この時点は優勝。撃て！ラウンド島へ！命中率がゼロ。わけわかんない。あ、そうか。武器か。そうか。もうダメだな。どこ行く？そうか。あとどこに出て？すいませんね、こんな面白くない動画でね。まあのんびりやっていこうと思うので、こんなこともありますよね。え、どこにいるの？上か、やっぱ上にはいるのかな。ちょっとはこれを銃に変えて、で、おお、
あんまりないのか。え、終わり？全然来ない。あれだ、弾がもうない。マジか、くそ、これはダメじゃない。これパイパー助けて、パイパー助けて、ちょっとなんだけどな、パイパー助けて。はい、倒せんのか、やった。よし、でも音が消えない。まだいる。緑の勉強作り、青と緑、黄色と青。そう、緑の勉強いっぱい作っとこう。黄色重いからね。いっぱいあるわと思ったら、むっちゃ使う、あのマシンガン並みに弾使いますね。そもそもいっぱいあるとかじゃないわ。ちょっとね、あまりにも弱いんで、これが終わって、さっきも言ったと思うんですけどね、ミッションが成功したら、とりあえずね、あの入植者のミッションも行こうと思ったんですが、なかなか多分行けないので、一段落したらちょっと戻ってお金をいただいて、動画の外で、またレベル上げ、そして私の実力上げ、命中率上げ等々をやりたいと思います。はい、上に行ったよね。誰か行ったと。そう、下に行けるか。よいしょ、もう一個あるはずなんだよね。ないの、なさそう、なさそうだ。誰かいそう、それはいそうなの。いそう、何かありそう。上もあったしね。戻ってきた感じかな。もう戻ってきたもないか。あ、よいしょ、いた。いいわね、いいわね。戻ってきたね。はい、戻ってきました。ね、ペンキが一つ足りなかったんですけど、まあとりあえず、成功というか頼まれたことは終わったんでね、一旦ダイヤモンドシティの方に戻ります。ホットローダーって何？パワーアーマーステーション変更。なんかいろいろアイテムあるからな。それもいち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 って言っちゃダメな、覚えないといけないね。
さあ、何はともあれダイヤモンドシティに帰ろう。こっちでやってたっけ？違う気するな。こっちよっつって言われて、こっちじゃない？こっちじゃなかった？こっちだよね。確かに。よいしょ。ちょっとで、あ、ファストトラベルでできるか。便利ですね。マーケットの方にファストトラベルすることもできるっていうのはすごいありがたいですね。セーブ時間じゃない、ロード時間の短縮でもなる、短縮にもなるしね。すごい便利だと思います。これってあれかな、レベルは99で最大なのか、それとも100まで行くのか、無限までは行かないか、行ったらいいなってちょっと思った。とりあえずそしたらよいしょ、どこだ、入ってたです、入れるようにして、あれ、おじちゃん戻ってきた、あったよ、元気はあったか、2回夢を見たよ。簡単ではなかったけど、何とか見つけた、はい、それはいいし、一筆目を書いてみる、いいの、色合いが合うかどうか見る、緊張するわ、あ、これ青のペンキっていうパターンもあるんだね。アバット、これはいい色合いの緑だ、オールも喜んでいる、報酬が欲しい、報酬を分かってるよ、報酬と少ない、ありがとう、ちょうどいい色合いの緑を持ってきてくれたからな、使い道はよく考える、手伝ってあげればよかった、ゴールはここの大勢の人たちにとって大切なものだからね。はい、で次なんですけど、多分ね、多分ですよ、私単独だと弱いんですよ、だから、ダンスさんのところに行こうと思うんですよ、ダンスさんと一緒だったらまだマシかなと思うので、ダンスさんはどこだ、ここか、ケンブリッジ警察署にファストトラベル、現実世界もね、ファストトラベルとかどこでもドアとかでそうパッと飛んでいけたらすっごいいいんですけどね。でもそしたら逆にこう出勤とか退勤の、あの通勤の時間のメリハリがないというかね、どうも仕事今からよし仕事行くぞっていう気持ちにならないですよね。便利な反面ちょっと面倒くさいなっていうか、そういうところもちょっとデメリットなのかな。あ、でもまあ一生ね、そのどこでもドアとかファストトラベルはないと思うので、はい、とりあえずケンブリッジ警察署の方に着きました。中でね、ダンス先輩だって話があるとのことなんで行ってみます。パラディンダンス、どうする用意はできたか、どこ行くの、準備完了よ、素晴らしい、ついてこい、遅れを取るなよ、銃ないです、ボータンが負けないじゃないか、もう取れよ、あ、ごめんなさい、邪魔だったダンス、やっぱり失礼しました、よろしく、そんな言ってんの、あんた何なの、怪我人じゃない、ダンス先輩どこ行くんですか、出て行く、はい、あれ開けれないけど、あれ開けれないけど、開けた、すごいな、そのドアまで時間差みたいなのがあるんですね、一緒にね、一緒にどうだみたいに言ってくれたらいいんですけどね、なんで我先にと行くんだろう、
こ行くの？てか私ね、あの銃じゃなくてマチェットしか持ってないの。いいの？まあいいか、ダン先輩強いんでね。多分パワーアーマー来てるし。しばらく西に進めばアークジャットだ。この道を行くならケンブリッジに住むペラルの大群を避ける必要がある。警察署から遠く離れるのは危険ではあるが、送信機を稼働させることが何よりも優先だ。本来は我が責任において部隊を再配置しているところだが、今回は使えない例がエリア内使うのか。リムには取っときます。死人にはもう必要ないから。ごめんね、ダン先輩、待ってもらったのに申し訳ない。あとパワーアーマーは重いかな。あんまり早く走れてない感じですね。あ、ここさっき来たとこ、さっきというか取れてない動画の時に来たところですね。リーダーがいます。いいねー、即死。さすが、私何もしてないけどね。ナイロムネをもらっていきます。あ、荷物が多すぎて足がいい。ちょっと待ってよ、何でも取れしすぎか。一つでいいよね。武器もそんなに、武器が重たいのか。うん、ビリヤードの球とか絶対いらないですもんね。ちょっとあれしないと、あれってなんだって。ちょっとね、いろいろね、全然話聞いてない。大戦以前の貴重な品々や歴史文書をたくさんの箱に詰めて持ち帰った。先の部隊はそこまで興奮ではなかった。到着してすぐに連絡が途絶え、以来その消息は聞こえてこない。我が部隊においてはこの見捨てられた地に4人の仲間を奪われた。到着した瞬間から餌食になるべく定められていたのだ。敗北を味わったとて尻尾を巻いて逃げ帰るつもりはない。なんで急に歩くの遅くなったの？ダンス先輩も荷物重たいから。そう、歩き走れんじゃん、ダンス先輩。もしかして私を見越してゆっくり行っててくれたの？ありがとう。あ、こっちはね、かな、なんか怪しいコンテナみたいなのがある。さっき行かない方がいいかな。またレイダーとか出てる。自分で倒せないからね、余計に。こっちかな、こっちでいいんだ。嬉しいね、埋まってくれるなんて。男性みたいな、マスクでいいんだ。これこれだ、アークジェットシステムって言ってたよね。これじゃないの？アークジェットシステム、はい、外部に保安機構はないはずだ。正面から進むとしよう。ちょっと待って、でもダンス先輩、私まだ弱いから、ちょっと強くなってからまた来たいんですよ。とりあえず今日のところは解散していいですか、ダンス先輩。はい、
ダン先輩いた。ダンス、おしゃべりをしている暇はない。そうだね、急げ、こっちだ。アークジェットシステムの中にダンス先輩と一緒に入ることになったんですけれども、私まだお察しの通りレベルが、弱いです。なのでもうちょっとねレベル強くしてから、次回のところにダンス先輩と一緒にここのアークジェットシステムに入りたいと思います。それまでいろいろといろいろこまごましたことやってレベル上げを頑張ります。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。